この人は課長かな。課長に顔面が抜けるんですよ、この人。課長。課長かなって思っちゃった。顔面が抜けるから。あっちの方に行っちゃったし。鳩バス待合室。鳩バスで回ると楽ですよね。いろいろあるんでしょうけど、コースが。東京都内、東京半日、大相撲、東京百景、スカイツリー。ここは東京都内ですね。乗り場が。富士山が、富士山5合目、日光中禅寺湖。この辺いいですね。この辺は東京都内ですね。横浜。ここは大体東京慣れが多いですね。あとバス。東京。地方は日光と会津だったかな。こっちにもある。鎌倉、江ノ島、日光、中禅寺湖、富士山。渓谷エッジだって。渓谷エッジ。帝国エッジ東京クルーズ。船に乗るのか。船。ハトバス。今日のあれはあれか。5月15日なんですよ、今日。今日はこういうあれなんですね。
トマルシェ。土産屋さんかな。ハトマルシェ。パンダバスやろうかな。パンダバス、パンダバス、バス買ってパンダバスやろうかな。仕事が来ないからパンダバス。その前に、前はバスを買う金がねえだろうっていう話ですけど、考えてみればそうだった。バスが買えないんですよ。バスか。自分の自動車も買えないのに、バスが買えるわけないだろうって、そういう話です。中遊のコンビニで休憩しようかな。あそこで8時18分ですね。どっかで寝る場所がないんですよね、東京は。コンビニでコーヒーでも飲んでますか。